もう全ての男性に変な目で見られてるような気がするんです。普段は洗濯洗剤の開発チームでずっと研究室にいます。あっという間だったな。今日仕事結構忙しいんだっけ。例えば僕だって急に後ろから刃物で襲われたらどうしようもないんです。あなたのことを知りました。私の全てを見せました。じゃあ最後は一つになりましょうって。